どうも、抹茶です。 PUBG モバイル、今回は PUBG モバイルプレイヤーのほとんどの人が知らないであろう音の秘密を暴露します。この動画を見て、ほんの少し機材に投資するだけで今より確実に強くなりますので、最後までご覧ください。いやー、抹茶、こういうどこにもないネタの動画多いですよねそれでは早速暴露していこうと思うのですが、まずゲームの音がどのようにあなたの耳に届いているか知っておく必要がありますので、解説してみたいと思います。 PUBG モバイルでは音からたくさんの情報を得ることができます。それだけに音ゲーなどと言われたりしています。ですので、ゲームの音を聞く方法は何パターンかあるのですが、本体に何もつながずに本体から出てくる音を聞くパターンは今回は考えないことにします。こういう状況ですね。そして今回はイヤホンやヘッドホンを本体につないでゲーム音を聞くパターンについてお話ししたいと思います。純正のイヤホンをイヤホンジャックに差し込みますと、まあ、言ってみればこういった状態ですね。その他にもライトニングケーブルをイヤホンジャックに変換するものをつないでイヤホンを接続、こういったパターン。変換しなくてももともとライトニングケーブルにイヤホンがついているタイプのもの、直接挿してこのような感じですね。それから新しい iPad Pro のようにライトニングがなくてイヤホンジャックもない USB Type-C があるパターン、この場合は USB Type-C をイヤホンに変換してくれるコネクタ、これ挿してイヤホンを接続するパターン、こんな感じですね。あとはこういった変換コネクタをつないで、ここに USB ポートがあるので、ここにある USB オーディオって言われる変換コネクタを接続して使うパターン、例えばこれ、ここに USB 接続してこの先にイヤホンをつないで、こんな感じで使うパターン。そして番外編として AirPods などの Bluetooth イヤホンを接続するパターン。いずれにしても本体からイヤホンまで流れてくる音の流れを把握しておく必要があります。はい、それでは音の流れを説明したいと思います。まずこの PUBG モバイルが音を出すんですが、この本体の中ではデジタル信号って言って0と1の数字の集合で表されています。それがこの iPad 本体が例えばイヤホンジャックの場合、デジタル信号0、1をアナログ信号、こういう波形の信号に変えてくれる DAC、 デジタルトゥアナログコンバーター DAC、 DAC って言われたりするんですけれども、その DAC を通ってアナログ信号に変わってここを流れてきて耳で聞くことができるようになります。実はこれライトニングの変換ケーブルを使った場合も同じで、デジタル信号がここライトニングのこの部分に送られてきたら、ここに DAC が入ってます。すごいですよね。ここに DAC が入ってる、デジタルトゥアナログコンバーター、ここに入っていてアナログ信号になってこのコードを伝わって耳に来ると。その DAC って言われるチップなんですけれども、それが数ミリでこの中に埋め込まれています。 Bluetooth でも同じで、ここからデジタル信号が Bluetooth イヤホンに飛んできますと。そうするとこの Bluetooth イヤホンの中で DAC があって、デジタル信号をアナログ信号に変えて耳に届くっていう仕組みですね。ライトニングタイプのイヤホン直差しの場合も同じですね。このイヤホンのこの部分、ここに DAC が入っていてアナログ信号に変換されたのがケーブルを通って耳に届くと、そういった感じです。 USB Type-C の新しい iPad でも同じですね。この部分に DAC があって、ここでデジタル信号がアナログ信号に変わってコードを伝って耳に届くと、こういった小さいものに DAC が入ってます。 USB オーディオを使った場合も同じですね。ここをデジタル信号が通ってきて、この USB オーディオの中に DAC が入っていて、ここでデジタル信号がアナログ信号に変わってケーブルを伝って耳に伝わると。オーディオにこだわってる人なら当たり前なんですが、この DAC、 ここの性能って音にとってとっても重要なんですね。おそらく皆さんこんなところに気を使ってる人いないんじゃないでしょうか。だけど本当にこの DAC が命です。分かりやすく説明するなら、
同じ機能を果たすこの2つ、全然違う DAC が入ってて、これで聞いた時とこれで聞いた時、音全然違います。またこういったライトニングを二股でオーディオに変換してくれる、こういったもの、ここに挿して聞くのとこの2つ、もう全然違う音です。はい、USB オーディオもここに 1,2,3,4,5,6 個ありますけど、これみんな全然違う音ですここまでお話するとお気づきだと思うんですが、皆さん今までヘッドセット高いの買ったりとか、高いイヤホン、これ検証用に1万円ぐらいするイヤホン買ったんですけどもこういったものを使うといい音が聞こえて索敵しやすいんじゃないかとか思われがちだと思うんですが、一番重要なのここじゃないです。はい、一番重要なのここに並んでる DAC です。音がここで劣化してしまっていれば、いくらいいヘッドセットやイヤホンで聞いてもなんか違いますよね。お金かけるとこここじゃなくてこっちにかけましょうっていうお話を今からするんですけれどもじゃあ実際どれを選べばいいのっていうの、皆さん困ってしまうと思いますので、抹茶がもう全部お金かけてメジャーどころチェックしました。その結果を今からお伝えします。ご安心ください。めっちゃお金かかった時間もかかったPUBG モバイルをする上でこの DAC の性能の違いが一番現れる部分、それは敵がどの方向にいるかっていう定位感ですね。音が聞こえた方向をパッと向くとそこに敵がいる、その性能比較をブラインドテストで行いました。ブラインドテストって言っても簡単で、トレーニングルームに入り、実際は Apple の純正イヤホンを使ってするのですが、目をつぶって適当に走って、今目をつぶった状態なんですけれども、例えばここで止まって銃声がしたとします。ぐるっと目をつぶったまま銃声のする方向を向きますと。で、目を開けた時にその銃声を出している敵がどのあたりにいるか、ここにいるのか、真正面にいるのか、左にいるのか、これを何回も繰り返して、だいたいこのダックはこれぐらいの幅に敵がいるっていう、そういったものをチェックしましたので結果をご覧ください。まずは AirPods から。銃声や足音がした方向を向くとだいたいこの50度に収まる感じですね。正直音による索敵はかなり難しいです。今後のことを考えるとおすすめできません。ライトニングに Apple 純正のイヤホン変換コネクタ、銃声がした方向を向いて目を開けるとだいたいこの約40度に収まる感じですね。正直純正って性能がいいと思ってただけにちょっとショックな結果です。イヤホンジャックに挿した場合、音がした方向を向いて目を開けるとだいたいこの約30度に収まる感じ。今回検証した中で一番多いのがこの約30度ですので、 PUBG モバイルプレイヤーの多くの方がこの約30度で索敵していると思われます。おそらく値段的にも一番手に入れやすい価格帯がこれぐらいの性能なんだと思います。ライトニングにエレコムの変換コネクタ、それぞれの型番は動画概要欄にも記述しておきますのでそちらをご覧ください。こんな感じですね。まさかの高性能にびっくりしましたが、約10度に敵が収まる感じ。音がした方向を向くとほぼその先に敵がいますので、めちゃくちゃ索敵しやすいです。非常におすすめです。ベルキンのオーディオチャージケーブル、このケーブルは二股になっていて、こちらのライトニングに充電することで充電しながらゲームを楽しむことができます。これも銃声の方向が約10度以内に収まる申し分のない性能です。先ほどのエレコムのものより音も若干クリアな感じがするので非常に聞き取りやすいですね。充電しながら使う方にはかなりおすすめです。ロジクールの G430 に付属の USB オーディオは残念ながら使えませんでした。まずは家電量販店で手に入れたバッファローの USB オーディオ、付属のケーブルを挿してその先につなぎます。ちょっとごちゃごちゃするけどこんな感じ。そしてハイパー X の USB オーディオ、このタイプ、これもバッファローとほぼ同じ性能でした。それからサウンドブラスターのプレイ3、これもほぼ同じ性能でした。銃声がする方向を向いて目を開けると約30度に収まる感じ。あえてお金をかけるほどのものではないかなという感じですね。
キングストンハイパー X のこのタイプの USB オーディオ、つなぐとこんな感じなんですが、ここに3種類のイコライザがついていて、1,2,3 とこの3が一番よく索敵できたと思います。銃声が下方向を向いて目を開けると約20度ぐらいに収まったと思います。悪くはないですが、これ購入時に5000円ほどしているので、それほどの価値があるかと言われたら難しいところです。アップル純正のヘッドホンジャック変換コネクタ、はい、見た目はとてもシンプルでいいですね。音による索敵範囲は約15から20度に絞られ、この USB Type-C の変換器はアップル純正のライトニングオーディオ変換ケーブルよりもかなり性能良くなっていると思います。どちらもアップル純正なのにこんなにも差があるかって感じですね。価格も購入時は約1000円税別とかなり安く、コスパは良いような気がします。サウンドブラスター X G1、銃声や足音がする方向を向いて目を開けるとその方向に敵がいます。音もかなりクリアな印象。価格も約3000円で USB Type-C モデルの iPad Pro ユーザーは投資する価値があるのではないでしょうか。抹茶も今これを使っているんですが、敵の居場所がかなりよくわかりますね。言葉ではなかなか伝えにくいんですが、この建物のすぐ裏にいるとか、この岩裏の右側にいるとか、そのあたりまで細かくわかります。ここまででおすすめのダックは、ライトニングならこのエレコムのものか、充電しながら使う場合ベルキンのもの、そして USB Type-C モデルの iPad Pro の場合はサウンドブラスター X G1 っていうのはお分かりいただけたと思うんですが、じゃあこのヘッドセットはどれでもいいのかっていうと、実はそうではなくて、方向はダックでバッチリ分かるようになったと思うんですが、今度距離ですね。方角と距離が分かれば敵の居場所って分かると思うんですけれども、その距離感にすごく影響してくるのがこのヘッドセットだったりイヤホンだったりします。それではここからゲーム音について少し細かい話をしていきますね。まず人間の耳が聞こえる周波数が 20Hz から 20kHz って言われてます。はい、縦が音の強さで 20Hz から 20kHz まで、それでローやミッドやハイっていう言われてるのが、だいたい50Hz 付近がロー、500Hz 付近がローミッド、3kHz がミッド、12kHz 以上ハイみたいな感じで、だいたいまあ大まかですけど、そんな感じでイメージしてみてください。ヘッドセットによってミッドが強調されるとか、ローとかハイが強調されるっていうのが個性があります。それでは PUBG モバイルの足音とか銃声はどんな感じになっているでしょうか。まあ、イメージですね、ここからは。まず 1kHz 付近。銃声の周波数成分はこんな感じで含まれてます。なんか 1kHz が結構強かったりします。で、距離が離れていくとどうなるかっていうと、距離が離れると 1kHz 付近は残るんですけど、この辺がかなり減衰してきます。距離を把握するために重要な周波数帯域っていうのが、銃声の場合この辺りですね、あとこの辺り。だからローとハイが強調されるヘッドセットっていうのが距離感分かりやすいです。で、足音はどうかっていうと、足音はこんな感じのイメージになっています。どちらかというと銃声よりも低音成分がかなり多い感じですね。で、距離が離れていくとどうなるかっていうと、ここがこんな感じで痩せていく感じですね。ですので 5kHz よりも低い方、こちらが強調されるのがすごく足音の距離感を感じるのに重要になってきますと。で、ここがここの一番強調される部分、 200Hz、300Hz、 この付近、ここがそれぐらいなんですね。ですので 200Hz、300Hz がちゃんと強調されるようなヘッドセットを使うと足音の距離感が分かりやすいってことです。もうローミッドですよね。なので銃声も足音もっていうと、やはりローミッドよりも低い音がちゃんと強調されて、高い音、シャリシャリする音もきちんと強調されるようなヘッドセットがいいってことになります。イヤホンも同じです。一般的にドンシャリサウンドなんて言われたりします。ドンとシャリと。ですので、そういった基準でヘッドセット考えてみます。ヘッドセットやイヤホンはたくさんありすぎて、全て検証するわけにはいきませんので、代表的な個性の違う4つのヘッドセットと比較用の安いヘッドセット用意してみました。
簡単にご紹介しておくと、これがゼンハイザーの GSP600 で Amazon で約28,000円、これがレイザーのクラーケンプロ V2 Amazon で約16,000円、これがキングストンハイパー X クラウドアルファ Amazon で約14,000円、これがロジクールの G430 Amazon で約6,000円、これがエレコムの PS4 ヘッドセット Amazon 約2,000円。もう最初に言っちゃいますけれども、この安いのはもともと Discord とか Skype とかそういった通話用に設計されたものをちょっとラベル変えてゲーミングヘッドセットみたいな感じで売られてるんですけども、もともと通話用なのでゲームで必要な高音とかすごく低い音、この辺が全然聞こえてこないので、これはちょっと NG です。比較する前に一言お話ししておきたいんですけれども、実際 DAC が良ければもうこの Apple 純正のイヤホンで本当十分です。しっかりしてるので低音から高音までよく聞こえるのでこれで十分です。ヘッドセットも Amazon で 5,6,000 円以上するものであればおそらく変なまがいものでない限りしっかりゲーム楽しめると思います。ここからの比較は全てこのキャラクターが違うよっていう感じなので、どれでも問題ないと思いますけれども、あくまで個人的な意見の参考としてお聞きいただければなと思います。で、なかなかヘッドセット比較することもないもんねモバイルゲームするには十分すぎるスペックだと思います。その上での比較になります。まずロジクールの G430、 これは、ちょっと付け心地硬いっていうのあるんですけども、中低音ちょっと強めなイメージですね。ですので高音ちょっと弱いかなって感じがするので、銃声の距離感などがちょっと苦手かもしれません。頭のサイズや耳の形ってみんな違うので、もうこれは実際にお店とかで試せるんであれば試してもらいたいところですね。で、一応手元でミュートできます、ボリュームも調整できますと、しっかり基本を押さえてるモデルだと思います。はい、次にレーザークラーケンプロ V2、これ結構使ってる人多いと思います。あの緑色のやつが有名なのかな。で、このマイク収納できるんですけども、これフルに出したまま使った方がいいですね。で、付け心地とてもいいです。音質はこれはミッドが強調されてるっていうのかな、低音高音がちょっと抑えられてる感じでモコモコしたサウンドに聞こえます。ですので銃の種類とかはすごく分かりやすいんですけれども、逆に足音とか銃声の距離感がちょっとつかみづらいかなっていう気がしました。で、手元でマイクのミュートとボリューム、これもついてますね。あとこのタイプ使ってる人に多いのが PUBG モバイルで使うと話し声、相手の話し声が相手に返っていっちゃうことが結構あるイメージがありますね。音が返ってくるってよく言われます。そこはボリューム調整などでうまくやらないとなんですけれども、おそらくこのここからスピーカーで鳴った音がこのマイクに入って相手のところに返っていくんですね。相手があって言ったらここからあって聞こえて、ここにあって入ってああみたいな感じで帰っていくんだと思うんですけども、これ多分マイクの指向性とかの問題もあると思います。ですのでボイチャ使うときはよく気をつけて相手に確認しないと実は音が返ってたなんてことがある感じですね。で、キングストンハイパー X クラウドアルファ、これも実はさっきの音の現象同じようなことが起こって、相手があーって言ったら相手にあーって返るようなことが起こるので、これもボリューム調整しっかりしてやらないとボイチャ難しいかもしれません。で、これも基本的にはミュートとボリュームついてますね。で、音はこれ完全にドンシャリ系サウンドだと思います。ミッドが極端に聞こえない感じですね、どちらかというと。ですので距離感めっちゃつかみやすい感じです。ただそのミッドが銃声の種類とか特徴的な音なので、いつもなんか普通に聞いてる銃声の音はしてこないです、そんなイメージですかね。で、このゼンハイザー GSP600、これは比較的フラットな印象ですね。ですので低音高音中音と、バランスよく出てくるんですけども、若干低音もうちょっと欲しいかなって感じがします。中高音みたいなイメージですね。ですので銃の距離感はよく分かりますし、低音も出てないわけじゃないので足音の距離感もまあ分かります。で、これは音が相手に返るってことがないので、100% ないかって言われると自信はないんですけども、今までこれを使ってて声が返ってくるって言われたことがないので、すごくこの密閉性も良くて、マイクの指向性、こう双方向の指向性なんですけれども、しっかり声だけを拾ってくれるイメージですね。で、これ跳ね上げるとマイクオフになる、すごく便利です。ちょっと急に咳がしたくなったって時にパッと跳ね上げたらゴホンと咳ができてまた戻すみたいな、すごく便利です。あとボリュームここについてます。ここぐるーっと回すと
ですのでコードには何もついてない、すごくシンプルです。付け心地もさすが値段だけあってすごくいいです。まあ簡単ですけれども、そういったところでしょうか。もしお店とかで試しにヘッドセットとか使えるんであれば、まあ、低音中音高音どれぐらい聞こえるかなみたいなものと、あとは長時間つけてて疲れないかなみたいなところを基準に選んでいただければと思います。こういったタイプはもう耳がすっぽりこの中入りますといったところでしょうか。まあ、何はともあれ一番重要なのはこのダック部分、これを今回ご紹介したいずれかにしてみるとめちゃめちゃ敵の場所わかると思いますので、ぜひ試してみてください。その上で余裕があれば結構ハイスペックなヘッドホンも使ってみると距離感もバッチリつかめたりするかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。抹茶でした。それでは。